ま曲がるよな。まだまだ行けんだよな。はい、まだ行って。はい、豊富町海から数キロ入ってきて、道道からこの畑の中の道を来ました。でこれ。に近づこうとしています。あ、見えてきたな。これだな、間違いないな。ちょうど方向として45度左前方、距離1キロ2キロ3キロか、大雑把に、うん、大雑把に左45度3キロ、そこに人見沼、瞳のような形をした沼があって、その真ん中に一つだけ島がある。それが浮島。それが目玉のように風によって動く瞳沼って呼ばれています。で去年も取りに来たんだけど、瞳沼の場所間違って別の沼取ってしまって、で今日やっと来れたんだけど、風が強くてドローンは難しい。本当風が弱かったらちょうど良かったんだけどね、はい、飛ばすのに。虫も来ないし、ね、はい。そしてなんだ、いつだかはその辺で飛ばしたんだよね。はい。右に入って、左に入ってく道ってないよね。ないんですよね。ここで終わりなんですよ。あ、ないんだ。はい。ないね。でも、あれなんだ。でもこれぐらいだったら飛ぶんじゃないかい。そうか。でもちょっと、では確認しなきゃダメだね。ちょっと強いぞ。ほら、揺れてるぞ。ここで風速いくらだ。なんでわかるの、風速。ウェザーニュース。現在地。ああ、ここがあれなんだ。電波がないんだ。あれ、電波ないのに飛ばせるの？まあ、あっち方向だから大丈夫じゃないですか。うん。見えるからな、一応。はい。視界が効けば、あそことここのやり取りはできるんだもんな。はい。そう。結構強いね。強いね、これ。うん、あ、ダメだわ。あの時より強いもん。ね。あの時っていうね。うん。結構強いですね。あの、ダメ。飛ばすなら別の場所にしてよ。うん。要するにさ、お大島の時より強いね、ここの方が。はい。帰りがちょうど向かい風になるのか。どうなんだ。朝食食よって言ってな。はい。苦しんで苦しんで。参りましたって帰ってこなかったです。いやここは畑ならいいよ。畑歩いて行くってな、遠いに。あ、こっち方向だ。あれ？これで行かったっけ？また間違ってるかもしれんな。うん、人見沼はね、登録してきたんですよ。うん。スマホに？あ、それに。はい。今これこっちピュッてやったらいかんのかな。あ、行く。行きます。人見沼ね、ここら辺にあるんですよ。多分ここら辺。飛んでないよな。はい。違う。これ間違ったところです。はい。最初行って次行って。冬来た時ここ行っちゃったんですよ。こもっと拡大。あ、間違った。よいしょ。この辺だよ。はい、多分ここのとこだと思います。ぐらいが。よいしょ。地図出したいね。あ、
じゃ出ないですね。でっかいところちょっと上なんですよ。あのこういう風にしてみたら、ああちょうどこの川のところがそうなんです。ここなんですよ。うーん、川の切れ目みたいなところ、はい、あのその場所は一体これのここなんですよ、うん、はい、ただこの真横か、ここの今いるところの、そうですね、だいたい真横なんです。そっちこの横方向なんですよ。あ、真横だ、あっちだ。はい、そうなんですよ。いつもあっち飛ばしてるから、ま、間違ってるんですよね。だからこれ帰りが前思いっきり向かい風なんだけど、だ やめよ。でもね、風が、俺も降りてみるか、風を肌で感じてみるとかや、うん、でも強いな。大事してやらんと。まだなくすのは惜しい。うん、急にそうなん。いいんだ、これ取れんかったらね、またこうなるでしょ。そういう楽しみがまたできるわけよ。いいんだわ。でもこれぐらいなら帰ってこんかよ、高めだったら、ね、まあこれさ、あそこでなんか花見てる間にな、はい、風が収まるっちゅう場合あるべ、ね、時間1時間後とかに、まあ、その時は外見てな、あれ弱まってきたぞってなるかもしれんだよ。その辺はその時だ。こいつで行くとね、風ずっと変わんない。5メートルですね。5メートルなら飛ばせれるんだよ、なんぼでも、うん、でもこの突風は5メートルでないと、うん、揺れてるもん、時々便やってくるね、うん、落としたれってよ。いや、なかなかね、この人見沼って厄介でね、なんかね、避けていくね、逃げていくみたいに。これまっすぐ行くと大体、ちょっと距離で何歩くらいだったんだ、あと2キロぐらいですね、はい、あのこの牧草地のあの辺が1キロか、はい、あのなんかちょっともっこってなるところが川なんですよ。うーん、それの向こうなんですよね。そうか、これね、やっぱりここからが一番近いんですよ。あ、そうだ、はい、去年で、うん、今年冬来た時は、うん、あれ向こう側に国道あるんですよ、山のと手前側が、うん、して線路あって、そっからだったら4キロ800あるんですよ。あ、それ飛ばしたんだ、4キロ800。よし、いつかここだ。ここはよ、道割と広いからな、はい、その寄せてたらよ、そんな迷惑かからない可能性あるぞ。うん、こういうとこに入ってればね、こっち牧草借りに来ないと思うからね。うん、そこはもう牧草借るっていうとこでないもんな、はあ、荒らしちゃってるから。うん、これ諦めたんだな、牧草として。なんかね、僕は起こさんと、起こして種まきしないとよ、はい、つかものならんの、はい、雑草まじりだもん。風って下より上の方が強い、やっぱり普通な、はい、この白くいっぱい咲いてるの何、あれ吹きの塔か。バイクそうかな。ああ。バイクケースわからんな。同じようなものあるかもしれない。後でよ。ああ、はい。でもね、そこで終わっちゃうんだよ。これみんなよ、この牧草みたいな畑あるけど、これ刈らないのかな。これきっとこれから刈るのか。刈るんだと思う。それか種取りか。ああ。
仕事しないんだっけね。日曜だからとか。日曜で。でも電気でやると思うんだよな、仕事でな。今日仕事できると思ったら大抵すると思うんだけどよ。ちょっと天気怪しいから小雨降ったしなって。これ明日からまた雨ですからね。そう。はい。したら枯れないんだ。枯れないんですね。干せれなくて、うん、だと思いますね。多分。俺みたいによ、遊びで天気予報見てるわけじゃないからさ、金かかってるからな、失敗したら。うんね。腐っちゃって。うん。カビちゃって。だから食べない。今日草刈りしとったら、この後雨降らんなってもう信じてんだよな。そうですね。はい。これがね、行けるとね、まっすぐなんですよ。行ったことあるの？いや、はあ、若干近づけれるんですよね。あそこより近くまでは寄れるんですよ。僕なんだっけ、衛星で見たの。はい。先にこっち来ようかなと思ったけど、いつもの定位置行ってみようかな。